久々に東京駅に来ました。今から京葉線ホームに向かって一度改札を出て、手持ちの18切符を使って房総半島を列車で一周します。ところが東京駅というのは開業から100年の間の度重なる拡張でブクブクと肉をつけ続けて、とんでもない規模になっててですね、京葉線ホームまで530メートル離れてるんですよね。普通に都心部の隣の駅くらい離れてます。地図で見てもこれです。もはや東京駅より有楽町駅の方が近いんじゃないかというくらいです。こんな辺境のホームが何様のつもりで東京駅を名乗っているのでしょうか。そろそろ誕生する北梅田駅は大阪駅の一部って扱いだけど、本体から離れてるからちゃんと別の駅名名乗ってますよ。その昔、成田新幹線というのが計画されていたのですが、その新幹線の東京駅ホームは将来的に新宿に延伸しやすいようにと、現在の京葉線がある梶橋通りの下に作られることになったのです。皇居はいわば巨大な私有地で、地下にトンネルを掘れないですからね。京葉線はその土地を使うことになったのです。私はこの京葉線乗り換えを7分くらいと見積もって予定を組んだのですが、よくよく JTB 時刻表の東京駅の構内図のページを見てやると、新幹線との乗り換え時間20分とか書いてました。徒歩20分とか、田舎なら車を使って移動する距離です。これだけ長い距離ということで歩く歩道も置かれていました。起源は大韓民国です。マジで20分近い時間をかけて歩いてきました。18切符にハンコを押してもらう加減で、24分発は厳しいので33分発で蘇我へ向かいましょう。蘇我というのは東京の端っこみたいなもんです。チーバくんの頸動脈といえばわかりやすいですかね。この首都圏特有の到着しましたように、こういう些細なところでも余剰を感じてしまいます。真っ赤な帯の E233 系が現在の京葉線の主力車両です。今はラッシュアワー、混雑した車内でカメラを回してトラブルになるのも嫌なので、列車が着くまで地図と口頭で説明いたします。周囲に注意すれば大丈夫かもしれないけど、慣れてないことだし、夢中になるとついつい周りが見えなくなりがちですからね。私、京葉線はその名の通り東京と千葉の蘇我副都心を結ぶ路線です。私は大昔から東京と千葉の大動脈をやってました。偉いでしょと言わんばかりの名前ですが、実はこいつは平成に入ってから全線開通した新参のペーペーです。東京駅本体からはぶられてるのもそのためです。それまではオレンジ色の総武線が千葉と東京を結んでいました。東京を出てからしばらくは地下を走り、南東の佃島方面へ向かいます。佃島はこち亀でその名をよく聞いた気がします。というか、勝時も月島も築地もこち亀の準レギュラーみたいな地名です。案外葛飾から離れてるんですね。佃島の北をかすめると列車は越中島駅へ到着。名前的に越中の国の判定があったのかなと思ったのですが、どうやらあったのは播磨姫路の領主榊原越中の神さんの別邸があったからなのだそう。ややこしいですね。越中島を出ると散々世間を騒がせてくれた割に、100日後に死ぬワニくらいに忘れ去られた豊洲を南に眺めながら、だいたいこの辺で地上へ上がり、潮見駅、そして新木場駅へ向かいます。新木場からは臨海線というのが、エロ同人争奪闘争の戦場跡を経由して品川へ伸びています。大都市を10両という超大編成の電車が1時間に十数往復運転していますが、実は田舎の鉄道の代名詞みたいな第三セクター鉄道です。詳しくは解説チャンネルの動画をどうぞ。昭和時代は京葉線と臨海線は一本の貨物列車用の路線として計画されたのですが、沿線が工場地帯から住宅街へと姿を変え、さらに常世の国のネズミ男が浦安で建国宣言を行ったので、京葉線は旅客用路線とされ、新木場駅から東京駅の成田新幹線用にと取っておいた用地に直結することになり、残された新木場と品川の間は新設の第三セクター鉄道東京臨海高速鉄道の管理下に置かれたのです。かつての名残として京葉線と臨海線は物理的につながっており、その気になれば直通運転もできるのですが、今のところやってないようです。新木場を過ぎると上り線と下り線の間からじりじりと右から合流してくる、みんなから嫌われているタイプの高速ランプのごとく線路がせり上がってきて、2つの線路は合流します。まあこの連絡線は現状無用の長物と化していますがね。新木場からは首都高湾岸線と並行します。ツイッターエキリキッズを数多く生み出した S が多すぎるアーケードゲームの原作、湾岸ミッドナイトの聖地です。友達とゲーセンに行った時に時々やってました。よく使ってた車種は初代インプレッサでした。噂では深夜帯にはマジで時速200キロで走る車が現れるそうですね。ちなみに阪神高速環状線では環状族が今なお現役です。葛西から浦安にかけての東京都と東京湾県の県境付近はカップルの巣窟です。進行右手に葛西臨海公園の観覧車を眺めつつ、江戸川を渡ると小さな岩とも山とも見て取れる物体が網膜に飛び込んできます。
金次第で夢を売る商人の公演です。夢の小売価格は1日8200円だそうです。商人じゃなくて昇給じゃないのかというツッコミがあるかもしれませんが、皆さんが見てるあれの9割には中に人が入っ、あ、ダメ、その一線を越えるのはまずい。ディズニーランドの JR の最寄り駅は皆さん知っての通り舞浜駅です。名前の由来は昇給たちの根拠地であるフロリダ州マイアミだという根も葉もないデマが生まれ、ろくにソースも確認しない乗客たちがまんまと引っかかってドヤ顔でルフしたと罵りたかったのですが、なんとこの説は一時期当の浦安市の公式見解で昭和60年発行の誌にも載っており、ちゃんとした根拠のあるデマだったのです。実際には浦安の舞という神様に納める儀式的な踊りが由来です。でも由来はどうであれ、ディズニーランドを誘致するには最高の土地だったと思います。外環道と湾岸道、茨城に向かって伸びる東関東道のジャンクションが左に見えると、鉄道もまた武蔵野線と京葉線のジャンクションに差し掛かります。武蔵野線は東京のぐるりを囲む鉄道版外環道とも言える存在です。一部の列車は武蔵野線に乗り入れて東京をぐるーっと回って府中市に向かいます。二俣新町駅を出ると右手から武蔵野線の線路が舞い降りてきて合流、海浜幕張駅を目指します。ニコニコ町会議が開かれる幕張メッセがあるということは知っていますが、それ以外は知りません。でもビルがたくさん立ち並んでいて、さすが首都圏という感じがする場所でした。快活が目の前にあるので覚えておくと次に関東に旅行に来た時に便利かもしれません。海浜幕張を過ぎると車内は空き始めました。それだけ幕張にオフィスが集中してるということですね。次は上川浜駅、下手くその当て時間が半端ない駅ですが、切れ売り割りほどのドキュン感はありません。幕張は都会だなぁと思ってたら急にビル群が途切れて一面のクソ緑になり始めました。この上っ面だけの都会というのが千葉の本性だとでも言うのでしょうか。長らくこの辺り一帯は空き地をやっていましたが、最近になってようやく動きがあったようで、そろそろ人口1万人規模のマンション街が出来上がるそうです。上川浜を出ると次は稲毛海岸駅、名前的に両駅とも海に近い駅だと思われるかもしれませんが、実際には海岸まで軽く1キロ以上離れています。じゃあなぜこんな駅名なのかというと、実はつい50年ほど前までここら一帯は本当に浜どころか海の上だったのです。大体この赤い国道14号が海岸でした。かつてこの地にあった貨物駅の名残の高架線と合流するともうすぐ千葉港駅、終点蘇我駅の一つ手前の駅ですが、この駅でほとんどの人間が降りていきました。駅前には普段の貨物駅のヤードを再開発した大きなショッピングセンターがあり、また千葉モノレールが千葉の中心街に向かって伸びているので、その乗り換えの加減でほとんどの人が降りていってしまうのでしょう。京葉銀行の建物をアップしてるのは一瞬京都銀行と空見して、こんなに東の方にも進出していたのかと驚いたからです。その後京葉銀行だと気づいてズームを戻しました。海の方にちらっとだけ福岡タワーかっこ不完全変態の幼虫みたいなタワーが見えました。千葉にあるタワーだから東京ベイタワーとかいう名前なんでしょと思ったら、普通に千葉ポートタワーという名前でした。開発の進む千葉市沿岸部のシンボルみたいな存在です。向こうには製鉄工場が見えます。蘇我駅に着くと暴走特急と普通列車が出迎えてくれました。特急と普通で色合いを揃えてるのがいいですね。この駅からは半島東海岸を通る外房線と西海岸を通る内房線が分岐しています。これから内房線に乗って反時計回りに半島を回る予定だったのですが、うっかり外房線に乗ってしまいました。でもここは首都圏ですから電車は腐るほどあるはずです。問題ありません。またたくさん人が乗っていますね。蘇我は幕張や千葉港ら辺とは異なり、あまり開発が進んでいないらしく、ちょっと古めの小さな建物があまり広くない道路を挟んで所狭しと並んでいました。東京から蘇我までほとんど途切れることなく都会が続いていましたが、ここから先は町という感じになります。しかし町の区間はすぐに終わります。あっという間に山の中に入ってしまいました。下大佐地の未開発部分を越え大網駅を過ぎると、もう完全に辺り一面に田んぼが広がります。千葉の農産物といえばネギと落花生、どちらも私の大好物です。しかし実は米の生産もまあまあ盛んで、米めっちゃ作ってそうな青森県や岩手県を抑えて全国第9位の生産量です。だいたい新潟県の半分の33万トンくらいを生産しています。逆に最下位なのはお隣の東京都で、生産量はわずかに167トン、千葉の 0.05% です。東京人って、ただの水田でも珍しがって眺めるんですかね。気がつけば車内もかなり空いていたため、心置きなく座席も撮影できます。JR 東の標準的なボックスシートです。これから5日間、青森にたどり着くまで顔も見たくないくらいお世話になります。これから何回も何回も乗り換えを繰り返すわけですが、
その度にこのシートの色違いが現れて、またお前かとなっていました。乗り心地はいつも乗ってる JR 西の標準シートの方に軍配が上がりますね。シートが直角というのが決め手になりました。列車は茂原駅を出発しました。茂原市は日本最大のガス源である南関東ガス源が見つかった土地です。今日も京都で地下からガスがブリブリ湧き出しています。茂原はガスの町なわけですが、ここのガス田の進化はガスが溶けている地下水にあります。とんでもない高濃度の要素が溶けているのです。化学薬品なんかで使われる要素は、実は取れる場所は地球広しといえどかなり限られていて、ほとんどチリと日本でしか取れません。チリが世界シェア6割で日本が3割だそうです。その日本でも生産は偏っていて、国産要素の8割が千葉、もっと言うなら茂原を中心とする九十九里浜沿岸地域で生産されます。つまり世界の要素の4分の1近くがこの辺で作られています。まあ茂原は要素の町というわけです。一旦切ります。当チャンネルでは旅行動画を、概要欄から飛べる解説チャンネルでは交通に関する解説動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。チャンネル登録をしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいのでぜひよろしくお願いします。